ありがとうございます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゆうほ高校でございます。今日もエカンナインをやっていきたいと思います。今日は県大会2回戦ですね。初戦はどうだったっけ、もう覚えてないですね。1週間ぐらい前かな、今までやったので、まあちょっと確認してみます。1週間前は、あ、コールド勝ちでした。あ、もう覚えてねえやそう、コールド勝ちだったんだ。7回コールドだっけ、5回コールドだっけ、もう忘れた。まあコールド勝ちだったってことは変わりないよ、方になるやんね。2回戦も頑張っていきましょう。油でいこうか。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側内子、三塁側先行チーム、観客に見送られて待ちます。さあ、一球一瞬に思いを込めて、まもなくプレイボールです。相手機動力高い。ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは3年生鎌倉、マウンド上は高堀。140か、走れねえな。ああ確かに 1,2 番結構能力多かった。なんかもったいねえな。第9スローカウントでストライク。さあ次の投球、インローを際どい球、ボール。第3球を投げました。打った。ああ、飛んでねえな。あら、ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは鎌倉、最初のバッターボックスはショートライナーで倒れています。第9、田口さんが打たれてるじゃないか。投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、投げた、打ちました。ダメだね、取りました。なんか綺麗にあれだね。先行チーム、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、バッターは3年生川中、第1打席はファーストフライに倒れています。走れねえな。第9投げた、初球はスライク。第2球投げた、空振り。うん、早いぞ、ちょっとタイミング早いぞ第3球を投げた、打った、それは内野ゴロ。大阪さんがバックホーム。あー、バックホームギリセーフか。なんで投げるんだよって監督怒ってそう。どうしようか、三好はファイト使おう。持ち前のファイトが前面に出てきました。第9内側イギリッパイストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう。ワンボール投げました、外のボール球でサバルライナー発射。これで2アウト、ランナーは1塁2塁、変わりません。どうしようかな、どうしようかな、もう。第9投げました、スローカーブ見送ってストライク。全然打てる気配がせんぞ第2球投げました、ストレートはもう低め。第3球を投げました、インコース外れてボール。なんとかして点を取らんといけないな。第4球を投げた、来た、いやーはよー。逆転、スリーランホームラン。快音を残した打球は頂点へ、ストレートを狙い打ち。今チームメイトが迎えます。やっぱ苦しいとこそ打ってくれるのが、そうですね、上級生の役目ですね。先行チーム追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面、ランナーは3年生鎌倉、今日はショートライナーだ。セカンドフライ、第9アウトローでストライク。決めたいっすね。第2球これ待ってないぞ。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、打ちました。第4球は打った、セカンド牽制、キャッチはセーフ、2塁はセーフ、打ちました。さあ9球目投げた、打ちました。第7球を投げた、低めボールが打った。ピッチャーに多く球数を投げさせています。打った、鎌倉粘っています。次は9球目打ちました。おーおーおー、よく粘るの。鎌
投げて打ちました。当たりそこでのサードゴロ。粘り負けかよ。あとこれで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、スローカーはストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。キャッチャーが立てる。これで点が取れなかったのもったいないやん。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー福森残塁に終わりました。5回の表が終わって4対2です。先行チームリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面、バッターの前世小倉、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。なんかいけない感じがするな。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9投げました、ボール。知らん間に2点入ってる。投げました、いったー、センター一歩も動かない。ということはあれか、初戦なんかホームラン3本打ってたような気がするんだけどな。3年生鎌倉、今日はここまで3打数ノーヒット。さあ持ち前の手間のぶりを発揮するのか。第9投げました、おつけた。なかなかやっぱ1本がね、彼は。第2球、おう、投球は3球目、投げた、直球ストライク、アウトローへ。さあ4球目、流し打ち、どうだ、抜けた、うん、やっと1本で。鎌倉、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。ピッチャーの高堀君、右バッターボックスは日向、これが4度目のバッターボックス。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。まずは1塁牽制、タッチセーフ、打ちました、初球打ち、左中間のフライ、ボールは中継、日賀さんナイスバッティングです。初安打、バッターは3年生、今日はここまで3打数1安打。さあ黄色い線を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。第9、うわーちょっと打ち損じだ、中間に持っていきましたが、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。第9投げた、初球打った、あー三好は代打だね。取ってアウト、先頭チームなおもチャンスが続きます。ピンチヒッターは安藤に変わりまして、安藤、さあ持ち前の漬物ぶりを発揮するのか。第9投げた、見送ってストライク。さあ次の投球、変化球ストライク、インローへ、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、見送ってボール。次は4球で投げた、ストレートはボール。どうする。さあ5球目、低めのボール、低めのボール、これで3アウトになります。7回の表が終わって8対2、先行チームリードを6点としています。内子追う展開で迎える7回です。2アウトランナー1塁3塁という場面で、バッターは2年生徳丸、今日はファーストライナーと三振、マウンド上ピッチャーは田口って思っただろ。田口降板、右の大西、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9初球決まってストライク、バンバン出てきました。もう一球インコース追ってみようか。第2球投げました、いいね、これで追い込みました。第3球を投げました、打ちました、少々目一塁を送る、アウト、スリーアウトチェンジ、2者残塁。7回の裏が終わりまして8対2です。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは2番、今日5打点を挙げています、お前か。これで真田家連続ホームランなんてかっこいいけどね。あっさり破った。まあここは代打でいいか。代打は東野、
1、2番目じゃねえけどな。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。第9、投げました。インコースのボール右へ。渋いな。ゴーのナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げました。さあ、どうしようかね。先行チーム、ダイソーを送ります。俊足の佐々木、一塁に入りました。さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。ガンガン行こうか。打球が速い。バックホーム、間に合うかどうか。二塁ランナーホームイン。先行チーム1点入りました。先ほどツーランホームランを放っている小倉。さあ、じゃあビシバシ行こうかね。もう行くぞ。はあ、オーケー。ナイスバッティング。ということはこれでチームとして5本目ぐらいか。ちょっと待って、そうなるとこうだね。大西降板。右の赤羽、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9、ビシバシ行くよみんな。初球外れそう。赤羽根陸。第2球投げた。ホームもそっくりや。第3球はそれ。行くぞ、ガンガン行くぞ。次は4球目投げた。打ったセカンド前方のフライになりました。セカンドは首圧倒としている。セカンド庭さん、バッターは3年生あ今日はここで3打数1安打。さあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。打ちました。初球打ち、クリーン。あらあらあら、その間に1塁ランナーは3塁へ。アンはいいバッティングを見せました。うーん、ピンチを広げています。まあ、ゲッツーでいいっすよ、もう。ツー体勢を取ります。すげえ抜いたチェンジアップ。初球空振りだ。第2球ここのボールも空振り。これで追い込みました。追い込んでから投げた。これは引っ掛ける。抑えた。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。に変わりまして中村。長谷行くか。マウンド上ピッチャーは長谷川。今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。はっきり言うとダブルプレー取れば試合が終わるのでまあ気にせず。これを変わり、タイミング合いません。第3球を投げた。高め際どい。もうそうか、今のが外れだから。第4球を投げた。打った、これはやつか。2番バッター、2塁交差。おー、取りました。 OK。 コールド勝ち。先行チーム2戦連続でコールドか。見事勝利しました。5ホーマーか。だから前回初戦の時よりかも打ったんだ。あ、4ホーマーでした、ごめんなさい。すごいな。エラー2つか。そうか、了解です。おー、なるほどね。じゃあ2回戦終わったんで今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。